こんにちは、フィーフィーですえ。またもや韓国で反日の歴史教育を全否定する本が出版されて話題になっています。えこれ、慰安婦という被害者はいないという内容の本なんですね。 これ以前韓国で発売されたベストセラーにもなった「反日種族主義」と同じで韓国における慰安婦問題のタブーを破るとんでもなくセンセーショナルな内容になっているんですね。その本のタイトルは「赤い水曜日」というもの。 この赤いというのは真っ赤な嘘だったり、そこに情熱を注いでいるエネルギーだったりを表していて、そして水曜日というのはもう韓国で30年間も続いている慰安婦支援団体による日本の大使館の前なんかで行われている集会のことを表しています。 この集会つまりデモ活動が毎週水曜日に行われていて水曜集会とも呼ばれているんですねだからこの本のタイトルが赤い水曜日となったわけです 韓国ではこのところ、慰安婦支援団体のお金の不正疑惑が騒がれていて、しかもこれに与党議員も絡んでいたことから、来年の大統領選を前に、こうした慰安婦の証言や支援団体の嘘を暴く本が注目されているわけです。 え韓国では慰安婦は強制によるものだという認識になっているんですがこの本では赤い水曜日はそれに対してその認識はデタラメだと学術的に反論しているわけですえつまり韓国国民の慰安婦に対する常識を嘘だと根本的に覆す内容になっています この本の著者は、キム・ビョンホンという62歳の韓国人の歴史研究者です。でこの人は以前から反日色の強い韓国の歴史教科書を批判してきました。 え特に韓国の学校で慰安婦は日本軍による強制連行であると教えていることに疑問と怒りを感じていたというんですねえだからこの赤い水曜日の後書きにも彼はこう書いています「え日本軍の慰安婦をめぐる強制連行説などは慰安婦支援団体による嘘である」とこう断言をしているんです そして、慰安婦の存在については、こう結論付けています。慰安婦問題の本質は、当時の韓国社会の貧困であり、貧しさによってもたらされた、はずべき我々の自画像なんだと。だからもうそれを日本のせいにするのはやめて、正直に認めようじゃないかと。そう、韓国社会に投げかけているんですね。 この本赤い水曜日では慰安婦支援団体によって利用された元慰安婦だと名乗る女性たちの証言についても細かく検証をしていますこの女性たちは韓国政府の反日運動に利用されその先頭に立たされてきた分韓国政府から法的に生活支援も受けてきましたただ著者はこの検証の結果 当時、慰安所で働いていた女性たちは、韓国政府が慰安婦被害者法で定義されるような被害を誰一人受けていないと主張しているんですね。えつまり、慰安婦は強制的に連行もされていなければ、性的に虐待もされていない。慰安婦の被害者は誰一人いなかったと、こう、はっきり結論付けているんです。 当時、慰安婦だったと名乗る女性たちの証言には大きなブレがあって、しかも実際に彼女たちの経歴には日本軍によって強制連行されたという証拠もないんですね。で、その嘘の証言の発端となったのが朝日新聞なんですよね。 これもここに書かれていることなんです。30年も前に、この嘘の証言も日本の朝日新聞が慰安婦は強制連行によるものだったと、特種として当時意気揚々と報じたんですよね。 で、これによって韓国はこの記事を利用して反日運動を激化させていくわけです。しかもその嘘が朝日新聞によるデタラメが世界に拡散されていったわけです。この慰安婦で初めて証言した女性についても、この本、赤い水曜日では彼女の生い立ちについても詳しく書いています。彼女は義理の父親によって中国に売られたと。 で、その際、見送りに来た実の母親から、平壌の駅で黄色いセーターをもらって、そして中国では3ヶ月間、慰安婦をした後に、客として来ていた朝鮮の人と駆け落ちをしたと。まあ、こういった証言があるんですね。これは彼女の証言なんです。えつまり、この女性、一度たりとも日本軍によって強制的に慰安婦にされたなんて事実はなかったと言います。 では、朝日新聞の報道は何だったのか、韓国側の主張は何なのか、慰安婦に関する証言に矛盾や問題点が当然出てきますよね。ただ、それもこれまで韓国ではこうしたことが指摘されることはなかったわけです。というか、これらを指摘すること自体がタブーとされてきたわけです。 まあ、日本のメディアも特に大手マスコミはこうしたことに、まあ、慰安婦のデタラメについて積極的に報道しているとは思いません。えただ、この赤い水曜日の著者は勇気があります。慰安婦の嘘を検証することがタブーとされている韓国で、慰安婦の証言の矛盾や嘘、いい加減さをおかしいとしているんですから。 でその上で韓国での慰安婦裁判をデタラメ裁判だと厳しく批判もしています。えつまり韓国では証言が事実かどうかの検証もされないまま日本を非難したいがために結論ありきで判決がまかり通るとこう著者は慰安婦裁判について痛烈に批判をしているわけです。 あとこの本の中では反日を繰り返す日本に帰化した元韓国の大学教授である政治学者についても書いていますこの本の著者が反日をあおる日本に帰化した日本人の学者を批判している点も大変興味深いんですねあとこの本の中では安易に慰安婦の強制連行を認めた 河の談話やまた日本の韓国に配慮した外交姿勢についても厳しく批判をしています。そもそも日本政府が韓国の言い分を受け入れて合意したことが慰安婦の嘘を広げる結果につながったんだとこう指摘をしているんですね。ごもっともです。そしてまだあります。あの慰安婦の少女像についても嘘じゃないかと問いただしているんです。 で、ここが重要なので、もう一度言いますが、この著者は慰安婦問題について本の中でこう書いているんです。え韓国に日本軍による慰安婦の被害者は一人も存在しない。そこに加害者がいたとすれば、それは日本軍ではなく、 当時貧しい国で自分の子供を物のように売り飛ばした父親や母親、そして彼女たちを商品のように紹介して、紹介料を手にしていた朝鮮のブローカーたちだ。慰安婦問題は我々韓国側が解決しなければならない問題であって、決して日本にその責任を押し付けることではないと。この本、 赤い水曜日の著者は訴えているんですこの本は韓国で慰安婦を称える日である8月14日に発売されたそうですが韓国のマスコミは韓国にとって相当都合が悪いのでこれを取り上げていないそうですまあ同調圧力でもって言論を封じ込める韓国の社会の中でよくここまでのことをこの本の著者は書き上げたと思います 日本でだってなぜか公共の電波ではこうした内容が報じられませんから、まあ、本当にこの本の著者の身の安全が心配になります実際に以前発売された反日種族主義の著者も相当な嫌がらせとまた襲撃もされていると言いますからまた韓国の国会では今デマ拡散防止という名目でメディアに対する言論弾圧法案も話し合われています えますます韓国は不都合な真実を覆い隠す社会になっていくのでしょうだからこそこうして声を上げて研究者のプライドにかけて真実を発信してくれるこの赤い水曜日の著者キム・ビョンホン氏にはすごいなと思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄に どんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします